青コーナー172センチ 69.9 キロググラム、パンクラス戦績3戦3敗、倉持正和。赤コーナー177センチ 69.7 キロググラム、パンクラス戦績4戦1勝3敗、坂口幸男。レフリー松宮、サブレフリー岡本、和田。場内の歓声が大きくなってきました。第3試合を迎えました。ライト級5分2ラウンドの試合を迎えています。リング上、青コーナーは倉持正和、そして赤コーナーは坂口幸男であります。場内には坂口を応援するこの横断幕も飾ってあります。どうしても注目を集めるサラブレッドと言ってもいいでしょう、坂口幸男。しかしながら4月の有明大会ではあと少しで勝利を逃してしまいました。その試合については後悔している、そして今度はしっかりと勝ちたいと語っていた坂口。結果を出していなくても呼んでもらえることは非常にありがたいと、プロらしい試合をしたいと語っています。さあ第1ラウンドを迎えようとしています。今ゴングが鳴りました。ライト級 70.3kg 以下の試合です。おっと、まずはローキック。さあ近藤さん、はい、この坂口ですけども、前回4月に試合をしたばかり、はい、この連戦なんですけれども、はい、この連戦するというのは選手にとってはどのような感覚なんでしょうかね。そうですね、まあ、きつい時もありますけどね、逆に研ぎ澄まされて逆にいい状態になる時もありますしね。そうですか、うん、まあ、坂口選手に関してはあまり関係ないんじゃないですかね。まずそういうことあんま考えないんじゃないですか、はい、そういうタイプの人だと思いますけどね。そうですか、はい、近藤さんの場合どうなんですか。そうですね、まあ、僕はいつでもこう試合ができるようにというふうには考えてますけど、はいはい、まあ、なかなかそうもいかなくて、はい、まあ、なんですかね。坂口幸男、まあ、お父さんはあのプロレスラーの元プロレスラーの坂口誠二さんで、はい、どうしてもこの注目を集めてしまう存在なんですけども、お父さんからはもう負けたらやめろやめろと何度も言われるそうですね。いいんじゃないですかね、別に勝ち負け関係ないと思うんですよ。そうですか、はい、さあ左のジャブを出していきます倉持。まずはスタンド勝負になりました第1ラウンドです。距離を詰めます倉持、今度はローキック出します。この坂口、序盤からローキック出しますけども、これご覧になってどうですか、近藤さん。やっぱり、何ですかね。お、ワンツー出した、倉持、はい。体をうまくしならして蹴ってますよね、得意なんじゃないですか。今度は捕まえました、押し込んでいきます、倉持。あ、膝出ました。膝蹴りが得意なんですね。首相撲から。さあ、首相撲から膝であります。はい、ボディに一発、二発、三発。さあ、そして今度は顔面だ。さあ、パンチ、パンチ、パンチ。右のパンチ連打。そして今度はサッカーボール。4月の敗戦のこの経験を生かしているのか、蹴り上げを見せましたが、あっと